全国8000万の J リーグファンの皆さん、こんにちは、バコちゃんです。さあ、というわけで皆さん、やっていますか、 J リーグクラブチャンピオンシップ。最近リリースされましたこちらのアプリ、 J リーグファンにはね、もう必見のアプリだとは思うんですけれども、いかんせん操作性が乏しくて、そこは賛否両論あるのかなと、あんまり大きな声では言えないんですけど、まあ、賛否両論あるのかなと思いますが、私はね、こういうアプリ結構ね、好きでハマっちゃっています。さあ、というわけで今回は、この J クラでですね、ガチャ券がね、ご覧ください、溜まっております。6枚、こちらは、ユニコレでありましたね、3枚、もうガチャ券が計9枚とね、もりもりこと溜まっておりますのでね、今回こちら9枚ね、一気にガチャやっていこうかなと思います。そして、私ね、見ての通り、この画面をね、見ていただいても、そしてこちら私をね、見ていただいても、わかる通り、ガンバ大阪がね、大好きですので、ガンバの選手、狙っていこうかなと思います。まずはね、やはり、最高グレード92、ファン・ウィジョ選手ですね。ぜひとも欲しいです。そして、元ガンバ選手、家永明宏選手ね、グレード94、欲しいとこです。そして、パトリック選手もね、グレード94高いです。元ガンバ選手ですね、欲しいですね。まあ、ガンバ大阪の選手プラス、まあ、元ガンバ大阪の選手、東口選手も私まだ持ってないんでね、ゴールキーパーで、グレード83、最高グレードですね、ゴールキーパーでは。そして能力値も、東口選手が僅差なんですけども、すごい微妙な差なんですけど、東口選手がね、一番高いので、ゴールキーパーでは、欲しいとこですね。そしてね、このアプリなんですけども、極秘に得た情報がありまして、欲しい選手のちゃんとを歌えば出るという、そんなね、噂を耳にしたんでね、今回それを実践していこうかなと思います。では早速、お気に入りクラブガチャ券からね、やっていきますか。まあ、ここはね、まあ、倉田選手あたりね、手堅くいっていきましょう。クラタスーパーゴール、あれクラタゴール。さあ、赤玉来るか。はい、あれクラタゴール、シュー見せてやれ。さあ、誰、コウ選手。まあ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 、いいでしょう。コウ選手ですね、ボランチの選手ですね。何枚目かはわからないです、もう。さあ、まず1枚。さあ、そして、55ガチャ券いきますか。ここでね、東口選手当たりますよ。東口、シャララララララ、シャララララララ、シャララ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 、東口。さあ、来るか。おーっと、アルビレックス新潟、柳選手ですね。残念ながら、あれ、噂だけだったんですかね。ちゃんと歌えば出るという。さあ、でも、まだまだね、ガチャ券の方ありますのでね、また55ガチャ券いきましょう。小野瀬くんが当たりそうな気がしますね。小野瀬、俺、小野瀬、俺、ストライクショット。いや、白か。なかなか来ないですね。さあ、どうだ、ファンタスティック。あー、ベルディか、惜しいですね。ベルディ選手、ベルディさんはね、あのレアンドロ選手やね、内田選手といったね、元ガンバ選手いたんですけどね、残念ながらね、若狭選手ですね。さあ、出ないぞ。これ70かな、次低いのは。そうですね、次、じゃあユニコレの方ですね。最近、終わってしまいましたユニコレの、70ガチャ券、ここでね、そうですね、ファンビジョ選手当てましょう。ファン、あここからなんだ。あ、そういうこと。あ、なるほどね、こっちで受け取って、はい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 、そういうことか。ここでもうガチャだと思って私受け取ってなかったんですよ。で、一括受け取りして、70からね、いきますか。ほい、ファンビジョゴール、ファンビジョ、おお、ファンウィジョ、おお、ファンウィジョ、おお、
When we juggle all When we juggle さあ、誰か来る？アラン・ピネイロ選手、ジェフチバですね。76。まあまあ高いですけど、まあ残念ながらね、ガンバ大阪の選手じゃないという。いや、全然歌っても出ないですね、これ。噂か。ただの噂だったのか。いや、まだまだ残り5枚ありますんでね。まだやっていこうと思います。さあ、次もまた70ガチャですね。懐かしいちゃんといきますか。家長明宏俺家長明俺家長明宏俺家長明宏家長明宏家長明宏いやまた赤かダメだな赤はね85以上多分来ないと思うんですけどさあ誰だあ川辺選手ですねスタミナ型ねとてもね高くねとてもいい選手だと思います。川辺選手。サンフレッチェ広島ですね。持ってたっていう。まあでも、70ガチャ券でね、70、先ほどアラン・ピネイロ選手も76ぐらいあって、川辺選手も78と、結構いい感じでね、来てますのでね。最後の70ガチャ券行きましょう。バモスコールレアンドロ、ウォー、全然赤しか来ないじゃん。ちょっと待って、これ、もう、虹の線はないですね、これ。バーモスゴールレアンドロ。すごいんです、むむ。レアンドロ・デサパト選手ですね。いやー、違う大阪、そっちの大阪じゃなかったんだよな。いやー、残念ながら。まあ、セレッソさんのね、大阪の方でね。でも、結構、いい選手ですね。ニュートは。さあ、こっからですよ。こっからが勝負。85ガチャ券が2枚とね、80ガチャ券1枚やっていこうかなと思います。まずは80ガチャ券の方からね、ここでね、東口選手、当てたいかなと思います。さあ、行こう。いやー、ちょっと、虹もないですね。東口さあどうだ80以上は確定来たか東口83、84岡本選手湘南ベルマーレですねいや全然噂だったかしかしまだ2枚ありますここでねファンウィジョ選手そして、飯永選手引きたいかなと思いますもう一気にいっちゃいましょう見てくださいよ、この、ご覧の光景をご覧ください。ね。凄まじい光景ですね、頼む。ファンウィジョゴールファンウィジョオーファンウィジョオーファンウィ、さあどうだ ?5!85! タッサ選手、清水エスパルス選手ですね。清水エスパルスさんの、タッサ選手、次節戦うので、要警戒ですね。いやー、まさかの対戦クラブのね、選手が出てしまいました。さあ、残り1枚。緊張の残り1枚ですね。ここで、ファンビジョ選手、当てたいと思います。遠藤選手でもね、全然大丈夫ですので、最後、遠藤選手のね、ちゃんと歌っていきましょう。緊張の瞬間。フォルツァやっと俺たちの夢のせストライクショットフォルツァやっと勝利をつかみ取れ92 89でもいい92頼むお願いお願いお願い92ファンウィジョ小林優選手惜しくないこれだって92ファンウィジョ選手でも良かったですし、なんなら川崎のね、川崎さんの家長選手でも良かったんですけど、いや、惜しいけど、いやー、ほんとね、もうこれぐらいの差、いやー、惜しい。いや、でも全然嬉しいです、小林優選手ね。次節ね、J1 100ゴール、期待しております。玉川クラシコですね。いやー、でも、残念ながらね、ガンバ大阪の選手がね、お気に入りクラブガチャ券でしかね、出なかったのでね。1、2、3、4、5、6、7、8、9と。いやー、小林選手。
ゴールハンターと豪快ボレーとね、残念ながらね、ガンバ大阪の選手はね、コウ選手のみといったところでね、今回の、動画の方はね、おしまいにしたいと思います。またね、次回のね、動画で、まだ配信するかもしれないんでね、そこでお会いしましょう。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。